というわけで、どうもこんにちは、 DJ マインクラフトのアンズです。今回は前日 Java 版に新しく実装された Kick というコマンドについて解説します。まあ先日って言ってももう1ヶ月も前のことなんですが、その間にすでに2人の方が解説動画を出しているんですが、3番煎じですが頑張って解説します。さて、このリックコマンド、オトブロ界隈にとってかなりの衝撃をもたらした大革命コマンドなんです。とはいえ、一体どう使えばいいのかわからない人も多いはず。一緒に見ていきましょう。オトブロワンマップ、そもそもリックとは一体何なのでしょうか。マイクラビキによると、ブロックの状態や時刻の更新、モブのスポーンやイベントの発生といったゲームの動作に必要な処理を周期的に実行しているのですが、そのループ1回のことをティック、またはゲームティックと呼んでいますとのことだそうです。って言われてももう何のことやらさっぱとわかんねえって思いますので、図形を用いて説明しましょう。今我々の現実世界では1分は60秒と決められていて、1秒ごとに秒針が進むようになっていますよね。この丸秒ごとに規則的に正しく針が次へと進みますよというのがティックという概念になります。じゃあ例えば神様が突然現れて、今日から1分イコール10秒になるんじゃぞという新しいルールを決めたとします。するとどうなるか。1分イコール10秒なので、めちゃくちゃ時計の進みが速くなって、あっという間に夜や昼が来るようになっちゃいますよね。じゃあ逆に、今日から1分イコール100万秒じゃーという新しいルールを決めたとします。するともう全然針が進まなくなって、体感速度がめちゃめちゃ遅く感じちゃいますよね。このようにマイクラの時間経過を自由に設定できるようになるのが新しいコマンドティックになります。世界の時間経過と起こる動作は連動しているので、これを使ってオトブロ回路の曲のスピードを自由に変えられるというのがオトブロティック革命になります。今までリピーターを使ったオトブロ演奏の速さは BPM150 に固定されていました。なので BPM130 とか180みたいな中途半端な速度の曲は原曲より速くなったり遅くなったりで完全に再現することができず、かなりやきもきしてた方が多いんじゃないのでしょうか。今まではティックレートチェンジャーモッドやカーペットというモッドを使ってティックをいじって演奏速度を変更していたのですが、それがマイクラ公式直々から正式にコマンドが実装されたというわけで、オトブロ界隈は超大盛り上がりしていたのです。まあまだ東方版で実装されるって明言されていないのがめちゃくちゃ不安なんですがね、なんとか実装してくれ。オトブロワンマップ、さてここでマイクラ公式に非常に感謝しようと思います。ありがとうマイクラ公式。というのも、以前使われたティックを変更するモッドと新たに実装された公式コマンドでは、ささやかだけどめっちゃ大きい違いがあることが判明したからなんです。曲の速さを自由に変更できるこのティックコマンド、実は以前は自由に変更することができませんでした。というのも、過去のモッドではティックの数字レートが整数ミリ秒、つまり1000で割り切れる整数じゃなきゃダメという縛りがありました。例えば BPM200 の曲を作ろうとします。この場合ティックの数字は 26.6666 になると BPM200 の速さになるのですが、26.6666 は1000で割ろうとすると小数点がついてきて綺麗に割り切れない数字になっています。以前はこの微妙な小数点の数字だと規則的なティックを刻めないとして使うことができませんでした。なので次に綺麗に割り切れるティックレート 27.0 BPM202.70 か1個前のティックレート 26.3BPM197.37 を選ぶ必要があったんです。まあ、たかが1とか2とかの BPM 違いって耳で聞く限りはあんまりわからないんで、そんなに支障は出ないんですが、例えばアンズさんみたいに遅
ープニング画像とかダンスとかを合わせて鳴らしてみようかなとか、原曲と同時再生してみようかなってすると、もう微妙に再生速度を変えなきゃいけなかったので、地味に手間だったんですよね。そんなティックコマンドだったんですが、ティック実装の次のバージョンであるバージョン 1.20.4 では、レートが割り切れない小数点の数字でも OK、 誤差があったとしても10億分の1秒くらいだよっていう風に変わりました。神、要するに音風呂でより原曲に近い演奏がすることができるようになったよっていうお話でした。とはいえ、最新のバージョン 1.20.4 では楽器追加モッドのノートベターなどがまだ対応しておらず、ガチで音風呂演奏を継ぐ環境が整ってないのも事実なんですよね。さっきも言った通り、誤差はそこまで大きくないので、もうガチのガチで音風呂演奏を作りたいっていう方は、音風呂モッドが勢揃いしているバージョン 1.12.2 かバージョン 1.16 でするのがいいと思います。その場合、岩尾さんという方が1000で割り切れる数字のティックレートをまとめたカードを公開していますので、よければご活用ください。音風呂ワンマップ。さて、それでは実際のティックコマンドの使い方について解説しようと思います。ティックコマンドには様々な機能や制御方法があるんですが、もうぶっちゃけ言うと音風呂では1個しか必要ないです。それがこれ、スラッシュティック空白レート空白数字です。1秒あたりに何回分ティックを実行しますというコマンドで、この数字の部分を変更すると世界の速度、つまり曲のスピードが変わります。デフォルトのレートは20になっていて、20より大きい数字だと曲のスピードが速く、小さい数字だと遅くなります。値は 1.0 から1万の間で設定することができます。ちなみに興味本位で1万に設定するとマイクラがクラッシュするので、やめておいてくださいね。さて、その実際に入力する数字なんですが、計算式で言うとこうしてこうしてこう、変更したい曲の BPM×2÷15 をすると求めることができます。とはいえ、計算するのが面倒くさいと思うので一覧表を作っておきました。これを見て実際に演奏したいスピードに合ったティックレートを入力してください。またはノートブロックスタジオというミディデータを音風呂楽器に変換してくれるツールがあるのですが、ミディ側で BPM をあらかじめ設定しておくと、ノートブロックスタジオ側で自動でティックレートを計算してくれるので、それを使ってみるといいでしょう。最後に使う時の注意点。現在のバージョンだと、このティックコマンドは直接入力するしか実行されなくて、コマンドブロック、データパック、OP 権限を持っていない人ではティックコマンドを使うことができません。またワールドを閉じてしまうと、もう一回マイクラを起動したときにティックはリセットされてデフォルト20に戻っています。逐一再設定しないといけないので気をつけましょう。音風呂ワンマップ、というわけで新たに実装されたティックコマンドの紹介でした。実はティックレートが整数ミリ秒じゃなくて半端な小数点でも良くなったよという話は、プレビュー版が出た11月には出てたんですが、それが完全英語論文になってて、アンズさんが解読できず、さらには12月ではあれやこれやがあって、こんなに解説動画の動画が遅くなってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。ごめんよ。あと、このティックが音風呂に使えるという判明だったり、実用化には非常にたくさんの方が関わっていることもこちらで紹介して感謝申し上げます。まあ、正直言うとアンズさんは何も知らんのよな。ははははは。ぜひとも皆さん、この音風呂技師の汗と涙の結晶、ティックコマンドを使って良き音風呂ライフをお過ごしください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー、バイバーイ。統合版にもティックコマンド来てくれー。